スノーマン渡辺翔太番組 MC で新境地開拓話す一言がトークの起点にもムードメーカー的なキャラクター5月3日放送のバラエティ特番「この世界」は一打フルフジテレビ系で SnowMan 渡辺翔太が MC を務める渡辺がバラエティ番組で MC にチャレンジするのは今回が初 初めての MC はめちゃくちゃ緊張しましたとコメントしつつも僕的には東野さんが隣にいてくださったことで安心感がすごかったです。VTR の合間とかもゲストの人に話しかけてくださったり話を広げてくださったり点々とにかく助けられてばかりの収録でしたと手応えを感じているようだ一。共に MC を務めた東野幸治は渡辺くんのキャラクターが面白いなって思いましたね。 僕らでは浮かばない話をしたりしていて、彼の良さも可愛らしさもダメなところも出ていてよかったんじゃないですかねと渡辺を称賛して折りらしさを出しつつも彼にとっての新境地の開拓にも軽がったのではないだろうか。スノーマン渡辺翔太が MC を務める。渡辺がバラエティ番組で MC にチャレンジするのは今回が初。 初めての MC はめちゃくちゃ緊張しましたとコメントしつつも僕的には東野さんが隣にいてくださったことで安心感がすごかったです。